高徳家は、なんとならを根拠地とした、恩苗道を影業とする地下家の官人。安倍氏の末裔であるが、初代公、徳井智之が、鴨野氏の養子ととなったために、鴨野氏系とされるのが、一般的である。明徳2年に、安倍氏所流の安倍友氏の次男として生まれた友徳は、はじめ行部教典恩苗助の鴨野忠し広氏より、恩苗道を学んでいたが、 王永二十六年にその養子となり、鴨野のとと名乗った。友もは、王永三十年十月に十五位下に除任され、京徳二年に十三位、干渉四年には肖像くらいとなるが、後に、奈良郊外の高畑雪村の高徳位という井戸のある、地に居宅を構えて、幸福寺大上院も後陣村に仕えた。友もは、陣村の下で、恩明堂や、 歴道のことのみならず、政治顧問的な役目を果たしていたとされ、その居住地より、高徳井の加盟を合した。文明5年に、友行が83歳で皇居した後も、この友重もも人村に仕えて、その水居で肖像くらいまで登り、次の友信も13味に上った。以後、高徳井へは、皇福寺と事実上の主従関係を結び、その力を背景に、 南都社寺への日時カンサルをはじめ、陰陽師、正文詩の監督など南とに関する陰陽道、歴道に関する全すてを取り仕切り、正常不安で、昨日停止した京都の陰陽料に代わって、皇徳池による独自の暦が編纂されたこともあった。江戸時代に入って、当時の安倍氏当主であった土御門康氏が、たびたびの不展際による失意から、陰陽料を辞することを表明するが、 かつて、安倍氏と並ぶ、恩苗道の元締めとされていた鴨の思想家であった、かでの孔次家は断絶していたため、現那四年に、高徳家九代目にあたる高徳井友家が同家では、初の恩苗頭に任ぜられた。以後、友主、友伝と、高徳井出身の恩苗頭が続くが、後に、大従がこれを後悔して、高徳井家より、恩苗頭の地位を取り戻そうとした。 だが、体重が失った信頼が回復できずに、土見門家は不遇の時代を迎える。だが、漢文10年に、土見門や寿司服が、恩明頭の地位のみならず、全国の恩明詩、正文史の支配権を主張して、恩明頭だった友殿に総論を仕掛けた。友殿は、幸福寺の支援を受けて、これに抵抗するが、天那2年に、友殿は35歳で急死してしまう。 後継者の友信は幼少であるために、土御門安司服が公認の恩を頭に認じられ、翌年には諸国の恩苗氏を支配、免許の権限が与えられて、高徳家が持っていた、なんと恩苗氏の支配権も没収した。さらに、元の国年には友信に圧力をかけて、土御門家のみを恩苗同僧家として、高徳家はその配下となることを制約させられた。以後、 高徳家は、代々を恩苗助として、土見家ど家の指示のもとに歴中のみを管轄したに、土見か家内部の混乱から高徳居保つ公が、恩苗頭に任命された例外がある。ただし、土見家ど家といえども、高徳家と幸福寺などの南都社寺との関係に、直接干渉することはできず、南都社寺への日時間猿などは引き続き高徳家が担当している。明治維新後、 歴代中苦行を6名排出した実績を根拠に、家族への取り立てを請願するも、明治政府より、却下されている。その後現代に至るまで消息は不明。なお、明治の社会主義者、高徳周水は、高徳院への傍流の子孫とする説がある。高徳井友幸文明5年肖像位、高徳井友重遠徳2年肖像位、高徳井友信明王3年から、13位。 高徳井智種文紀三年、高徳井智恵孝治四年、永六元年、高徳井雄介天文十五年、高徳井智忠慶長六年から、十三位、高徳井智豊慶長七年、高徳井智恵寛永二十一年、昭法元年、昭法二年から、恩名党、野牛宗都市の老いであり、高徳井への養子となった。公徳井智守命令期四年、 万事元年から恩苗頭公。徳井友伝天那二年から恩苗頭公。徳井友信教法八年。高徳井友近教法十四年。高徳井北。遠京五年。官営元年。高徳井保屋官方三年。高徳井保公教は二年から。十三味。恩苗頭公。徳井保隆文星二年から。十三味。高徳井保教完成十一年。高徳井保宮比。 天明7年文化4年、高得意安高文政6年、高得意保津9か A4 年、加盟5年高得意保身文化9年、高得意保元から1872年校、得意保津章。荒山通る、野牛恩苗剣、2008年。ISBN978 から4から10から121042万から1。野牛運月賞開大、高得意と家を主人公とした。 元気小説、ありがとうございます。